どうも皆さん、こんばんは、たくあんボーイです。今回はですね、またまた帰ってまいりました。やばいお客様シリーズです。よいしょねえ、もう、久々ですけどもね、早速やっていきたいと思います。今回のタイトルはですね、新人を信用しないおばさんですね。こういうおばさんって結構皆さんも会ったこととかあるんじゃないでしょうかね。ぜひね、新人の皆さん必見でございますよ。はい。これはですね、僕結構ね、駅員の1年目の出来事で、ね、結構記憶に残ってるんですけど、この人に出会ってから結構やっぱ何事も自信持って胸張ってやっていかないとダメだなって思ったんですけど、改札の業務をしてたんですけど、まあ、改札業務では主にまあ生産の仕事っていうのがあるんですけど、生産の仕事は乗り越してきたお客様だったり、切符持ってないお客様の生産をするんですけど、その時も、結構勢いよくね、ちょっとねマダムの感じはあったんですけど、まあ、どっかで、ね、ケチそうなおばさんだったんですけど、ケチそうなおばさんが来て、ちょっといい、ちょっと乗り越してきちゃったから生産してちょうだいって言ってくるんですよ。あ、かしこまりましたっていう感じで切符を預かって、ちょっと券面をね確認したら、ちょっとこれ特殊な切符で、なんか特殊な運賃計算をしないとなんですよ。だからまあ、区間とか切符によっては計算方法が違うので、うわーこれ来たかーと思って、ちょっともう勉強してたやつだったんで、バババババって計算して、よし、あ、ではお客様こちらの料金になりますって言ったら、え、こんなするーって言ってくるんですよ。そうですね、こちらで、で僕も新人なわけなんで、ちょっともう合ってるのか、いやでも確かにこの計算で合ってるんだけど、うん、合ってる、もしかしたら違うとか、もう不安でおどおどしてたんですよ。だからもうそれを見かねて、そのおばさんはもうすごい勢いで言ってくる。ちょっとあんた何年目？1年目ですっていうと、やっぱり新人さん、新人なんてもういいから、もうちょっと上の人呼んでおいで、上の人にやってもらえないと困るでしょ、もう間違ってるから上の人呼んできてって言ってくるんですよ。でも僕もちょっとこれは本当に間違ってるかもしれない、ちょっとこんな怒られたらもう本当に自信持てないなと思って、先輩を呼びに行って、で先輩に来てもらったんですよ。先輩が、私じゃあ交代させていただきますね、こちらの計算ですね、私がさせていただきますということでね、電卓を打ち始めて、で僕も後ろで見てたんですけど、電卓をクチクチクチ、合っててくれ、頼む、俺これで間違ってたら俺が 100% 悪いことになる、よし、なんとか合っててくれと思ったら、先輩が、お客様、彼の計算は間違いありません、こちらの料金になりますね。よっしゃーと思いました。もう後ろでガッツポーズですよ。もうめちゃくちゃあのおばさんに、ざまあ見ろ、合ってたよなーってもう心の中で思ってたんですけど、後ろで僕も見てて、で先輩がこれ対応して、おばさんはしぶしぶ切符をね、その料金払って帰ってもらって、先輩が対応してもらったんですけど、その後先輩に言われたんですけど、ちょっとお前もっと自信持ってやれよ、お客さんも不安に思うだろ、お前が胸張って自信持ってやんないとダメなんだよって言われて、あ確かにな、なんかこうやって自信なさそうにこの料金差し出されて、お客様もちょっとこれ合ってんのかなと思うし、なんか自信なさげな店員に言われたら確かに思うな、僕もお客さんだとしたら思うなと思いまして、だからもう今後はね、何事も自信持ってやっていこうということで、胸張ってお客様をね、それから対応していきました。でまあそれから疑われることはなくなっていきました、本当に。なのでね、ぜひ皆さんも何事もね、胸を張って自信を持ってやっていきましょうというお話でございます。ということで終わりにしたいと思います。ということで、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。いつもご視聴ありがとうございます。シェイシェイついでに恋ダンスよいしょ。